そうですね、今日が最後の計算になってしまうかなと思うのですが、学生生活あ最後とは言えずにね、あの東京にもいろんなチームがありますし、全国にもいろんなチームがありますので、活動を、また違う目線で見ていただければと思いますけれども、いかがですか、太鼓は。大好きです。大好きですか。大好きです、はい。じゃあ今日のメンバーはその大好きの人間が集まった。そうですね、主に高校時代から和太鼓を続けているメンバーばかりで、はい、高校から大学にかけてやはりあのサークルや部活が少ないということもあって、あの大学で続けられないって人もいたんですけれども、それでもやりたいよっていう人たちがこのように集まって今回出演させていただくということになりました。実際この太鼓連盟さんは何団体今加盟してるんですか。ですね、学生団体としては、全国から23団体ほど集まっているのですが、それ以外にもさまざまな大学からこのようにメンバーが集まっているので、今回出演するメンバーも半分以上が大学の和太鼓部には所属していない大学生を中心に組んでいます。それで楽曲はなんか合同の曲があるとかっていうことなんですか。ですね、今回演奏させていただく曲は天竜という、もしかすると聞いたことがあるよって人もいるかもしれないんですけれども、高校時代に天竜を演奏していたメンバーからこのメンバーでもう一回天竜をやってみたいというふうな意見が出たため、今回はあの OB 総陽高校という高校の OB のメンバーがいたので、その高校の、構成をあのそのまま、やらせていただくという形で今回演奏させていただきます。わかりました。ではもうみんなもう うずうずしてるようなので、もう喋るなって言ってるので、じゃあ早速始めてもらいましょうか。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。休めずに休めた方がいいなっていうのは。
チームによるエンディングをお送りいたしました。